やハロー、どうもこんばんは、マジラジオの山です。はい、現在11月12日木曜日の午前3時5分になろうとしますね。はい、今日も久しぶりにこの風呂場に来たんですけども、このセットに30分以上かかって大変でした。で、今ね、ソードアートオンラインの24話と、最終回見終えまして、さあこっからも楽しみにしてます。毎週水曜日の深夜、プラオレの6話ですね、行きたいと思います。はい、では簡単に自己紹介。はい、僕の名前は町田上芸人ハマーと言います。一生瓶に乗ってジャグリングショーのハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主です。はい、この本の著者でもあり、現在40歳、芸歴15年目、マジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて、会社員を辞めてパフォーマーに転身、そして主に子供たちの前でショーしてますけども、現在コロナの影響で去年の2月頃からほぼ無職状態ですね。貯金切り崩して生活しております。めちゃめちゃ自粛してます。そんな中でアニメにハマりまして、約1年7ヶ月で500作ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクター真剣にやってます。じゃないとこんなことやりませんよ。はい、ですのでね、よかったら応援よろしくお願いします。はい、で、僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなどは全て説明文にまとめてますので、ぜひともチェックよろしくお願いします。はい、それからですね、過去のアニメリアクションに関しては再生リストに、作品別にまとめてます。ほとんど消えちゃってますけどね、削除したんで、よかったらチェックしてみてください。はい、そして来年の9月にはどでっかい発表がありますので、お楽しみに。それでは行きましょう。ディアニメストはですね、プラオレ6話です。いきます。3、2、1、スタート。 OK。 さあ、前回は清瀬優が入りましたからね。ああ、優のユニフォーム。同じ背番号なんや。いいね、ちょっと赤面したのいいね、かわいい。なんかすっかり馴染んだね。ビクトリーダンスちゃうんかい。ねえ、ユウはもう前回はほぼ騙されて入りましたからね。おもろかったけど。ちなみに風呂場でやらなくなった理由ですけども、もちろん動けへんことと、膝がね、伸ばせへんので、ものすごい足痛いんです、ここ。また野菜冷やされてますからね、今ね。今正面、ケツも膝も今すでに痛いです。もう今3時間くらいいますんでね、ここ。ユウは今までその友達とかおらんかったよね。ナオミも同じこと言ってる。
J1、J2 みたいなもんやな。ハッピーアイスクリーム。あら、ユウかわいいぞこれ。先輩たち、改めて紹介かな。どっちかというと高坂麗奈タイプやんね、この清瀬優は。すごくいいね、もう。あれ？あ、そうなん。笑っていいと思うよ。おばあちゃん同士同級生やったんやね。同級生？これはダサいぞ。あれ、直美が意外と。
れマミのマークって心の傷だって書いてあったっけ、うん、マミが作ったやつだよね。このマミはまた出てくるんでしょうか、果たして。いい合言葉や。あ、やってるんやね。マミと戦いたいから A に上がりたいのね。アイスバックス。元々あれだっけ、メンバー同じメンバーだっけ。ああ、ここの傷だね。ああ違うのか。ああ、ビクトリーダンスや。ビクトリーダンスやね。このメイク。そのためには来たか、鈴木監督。双子か。むむ。
店長や。ダジャレ。ああ、応援だけに責任は応援と。デビュー戦か。おお。カットした。これは。いや、言うか、やっぱり。おお。先制点取ったぞ。どんなから、でも言う、釧路の時みたいにね、なんか一人でやってまうかな。あ、取れた。第1ピリオドは1対1か。やっぱりね、やっぱ一人でやろうとするね。リコというが揉めるか。ああ、取れた。これは釧路と同じことをやっても、あ、2分間退場かな。うん。お、杉監督、なんか言うんちゃう。完全に同じことを繰り返してるね。
これそのためにここの形バックザあ、なるほどね。おお、真中の初得点か。ああ、真中初得点ですよこれ。いいね。2対3か。もう特殊エンディングよ。いいわ、めっちゃいいわ。ビクトリーダンス？いや、負けたかな。衣装まであるやん。まさかの。いいね、バラバラなんかいいね。本物のところなのね。はい、終わりました。なるほど。最後のあれはビクトリーダンスはあれかな。今のまま繋がった時系列じゃないんかな。結構みんな完璧だったしね。歌まで、まさか歌まで歌うとはね。あれ、まあまあそれはいいとして、なんかもうね、始まってすぐ優がみんなに馴染んでるのが非常に良かったし。で一緒に弁当を送ったりとかしながら、でそこで、全日本に行くにはまず B で優勝しないかんということで、そこで分かったのが、小野真美は、あ、ちゃちゃちゃ、分かったのは後か、ね、まあ、まずは優勝しよう、おーっていうこのノリね、目標は高くっていうのに、真中と優がね、完全に何だっけ、あれあれハッピーアイスクリーム状態のが非常に良かったですね。で、まあ、旅館に、行くと、まさかの、ユウのおばあちゃんと真中のおばあちゃんが高校時代からの友達。まさかね。まさかやったな、それは。まあそれは一応して、ほんでそっから合言葉的なものを決めよう言って、なんか真中の中二病みたいな。まあ可愛いけどね、可愛いですけどね、めちゃめちゃ可愛いですけどね。まあ、そこでね、ユウが心の絆でパックを、心の絆って言って、その後に、誰やパックをつなげて、真中かな。うん。
まあ、練習時が決まったと。それが鈴木監督、誰や、高木直美か、直美の、直美がファンやというね、鈴木、監督、あれ鈴木監督でしたっけ、あれ急に名前飛んだ、また、うん、で、陽子さんも、あれ言ってましたね、ファンや言ってましたね。ちょっとキャストをもう一回見よう。今回キャスト多かったな。で、練習試合決まって、優があれ良かったですね。ノートに心の絆でパックを、絶対に勝つそのためにはで一回止まっておいてからの試合中に移ったら良かったですね。心の絆でパックをつなげよう。監督鈴木やったよね。なんか急に飛んでもだ。どこ？あれここ次かな。あ、鈴木監督言ってる。鈴木監督言ってる。うん。鈴木隆人っていうかな。うん。でまあねやっぱ試合中にまた同じことをね繰り返しやってしまう。でちょっと第一ピリオド終わりかな。事故と揉めたとこね、あれこれまた釧路ホワイトスノーがいたっけと同じことやらかさんちゃうか思ったけど、この鈴木監督の一言ね、うん、仲間を信じられないならそんなプライドはいらんと一言、まあ、それで目覚めてね、まあいいアシストしましたね。真中、デビュー戦で初得点ねしたし、よかった、めっちゃよかったです。まあ負けましたけど、なんかほんま絆が深まった非常にいい回でしたね。めっちゃ優がもう馴染んでるのがほんまに、でまたみんなはもう優のことをちゃんと受け入れて迎え入れてね、うん、でやっぱその冒頭であったなんで釧路を辞めたのかを聞かへんってのもいいし、もうみんなちゃんとその優の何そのことを分かってるというか、なんていうかね、すごく距離が縮まってよかったです、全員の。でビクトリーダンス最後まさかのね全員歌ってたしね、衣装もあって、だから多分こんな感じで今後ビクトリーダンスが展開されていくんかな。はい、ということでね、まあ、見事デビュー戦1点差で負けましたものの、非常にいい試合やったんじゃないでしょうか。であとはもう優が要は覚醒したみたいなもんかな、その今まで一人でやったことは間違ってたというかね、うん、よかったです。はい、ということでプラオレの6話でした。よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、現在ね僕は大道芸は死んでますんで、月に1本仕事があるかないかという中で、去年の10月じゃないわ、3月27日にね、バイトゥーバーガーで10話の、リアクション動画を投稿したことをきっかけにアニメリアクションスタートしたんですけども、今で1年8ヶ月目です。ただまあちょっとね著作権の警告問題があって、まあ、納得はいかないんですけども、まあ、1年5ヶ月分の動画を削除するというね、特に10月の5日6日先月ですね、生配信で1246本337日分消してますんで、どん底を始まりましたけどもね、今はちょっとこのように根性を入れ直してまた一からやり直してますんで、皆様ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、でも風呂場からはもうやりませんしんどいほんまに、うん、まあ一応ねこういう風に頑張ってますんでね、ぜひね応援していただければなと思います。はい、ただ僕の本業は大道芸人パフォーマーですから、ホームページだけでもいいですし PV だけでもいいんで、よかったら覗いてください。大道芸人興味を持っていただければ最高です。はい、最後までどうもありがとうございました。以上マジ大道芸人浜田でした。それでは。